はい、どうも、まなぶ18号です。はい、甲子園球場来ました。はい、今日はね、トラコデーということで、トラコたちがね、甲子園球場に、たくさん来て、まあ、盛り上がってますけども、買ってくださいよ。お願いしますよ。今日は秋山投手、頼んます。まあ、投手陣はね、まあ、頑張ってくれてるんで、まあ、打線なんですけども、まあ、矢野監督はね、打線、スタメンはね、まあ、変えないと言ってますんで、まあ、この状態で頑張ってもらわないとダメなんですけども、いや、ほんまに頼んますよ。ほんまに頼んますよ。これ以上俺を復帰ささんといてくれ。はい、ということで、トラコデーなんでね、今日はね、女性ファンがたくさんいますんで、いいプレーをね、いいプレー見せてください。かっこいいところをね、女性の、阪神ファンの女性の方に見せてください。はい、それでは甲子園球場行ってきます。甲子園球場入りました。今日はね、トラコデーということで、これが僕がもらったんちゃいますよ。女性の方はこれがもらいます。これです。このユニフォームがもらいます。めっちゃフルーティー。見てください、これかわいいっしょ。そしてこのランチョンマット、ランダムにもらいます。梅ちゃんとかね、ちょっとめっちゃ若い梅ちゃんですけども、梅ちゃんと大山選手と藤浪晋太郎投手、はい、いい笑顔、この笑顔が見たいんや俺は。近本浩二選手です。高山選手もあります。あとトラコのこのマスクももらえるみたいです。羨ましいな。はい、女性の方はねもらえますんで、甲子園、今言っても知らないけど、甲子園球場来てください。はい、糸原選手もあります。皆さんね、トラコたちがこの席多いんでね、いっぱい集まってきますよ。中谷選手でございます。早く一軍上がってきてください。おおおおお今ホームラン打たれてんけど、ランチョンマット紹介してたらホームラン打たれてんけど。聞こえました？聞こえましたか？11号、外11号、50、50ですわ。助けてくれ、助けてくれ、誰か。今日一の盛り上がりでございます。甲子園球場が開きました。今日一番盛り上がりましたね。これメインイベント終わりましたよ。あ、糸原選手のタイムリーで1点返しました。これ頼むで、ほんまに流れ止めないでくださいよ。ほんまにお願いします。はい、あ、もちろん、あーかんかーかんかん、大山さんはは、い、外選手にホームランを取りました。今日4本目です。今日ベイスターズに打たれた本塁打。よっしゃよっしゃ、一塁二塁にしましたよ。ファーボール満塁がいいですね。あら、大山選手、今日はチャンスで凡退、そして初球キャッチャーぐらいの大山選手、ここでこれほんまに打って、ほんまに打ってよ、ほんまにみんなでランナー貯めてんで、お願いしますよ、ほんまに。おー、今はあ、
じゃあこれ、何ですかこれ。負けましたね。はい、3立てされました、3立て。これで、巨人とのゲーム差が、2.5 ということで、見てください、このね、今映ってますよね、阪神ファンの、この悲しい背中って手振っとるやないかい。ほんまに皆さん、この今日はね、ちょっと阪神ファンのね、この悲しんで帰る姿を見てほしい。だからね、ちょっとここでカメラ回してますけども、見てくださいよ、みんな泣いてますよ、泣いてますよ。もう笑顔はないです。あ、どうも。はい、イエーイ。まあ、阪神ファンの悲しい姿を映してるんですよ。まあ、陽気に悲しい姿だとね。昨日から東京から来たんですけど。あ、東京から。そうなんですよ、ほんで、うん、3立てってないですよ。ないっすよ。ひどいと思いません、ね、せっかくお客さんね、一般のお客さんね、チケット発売して、あれですよ、浜下でいつも行ってるんですよ、3立てしたんですよ。3立てして、ほんでいざ甲子園来たら3立てされるってどういうこと。どういうことや。見てるか、見てるか、ね、誰に言ってるか分かんないですけども、そうですよね。じゃあね、はい、はい、ありがとうございます。そういうことですよ、皆さん分かりますかね。もう遠くからね甲子園球場に来られてる方もいるんですよ。その前で3立てて、こんなことですか。あ、そうです。あ、はい、見てます。ありがとうございます。ありがとうございますね。また頑張りましょう。正直迫っていいだけど、もう 2.5 ですけど、まだまだ行きますね。行きましょう。はい、まだまだ元気な阪神ファンの方もいらっしゃいますけどね、もう大体泣いてます。子供たちもね、もう元気がない子供たちね、まあ、ちょっとはしゃいでますけども、あ、うまいこといかへんな。ほら見てください、この寂しそうな背中。あ、もう気合いの入った、阪神ファンの方も泣いてました。はい、それだけをね、今日は伝えたかった。あ、トラコですかね、トラコ。あ、どうも。あ、かわいい。はい、ね、あのワンちゃんいましたけどもね、犬も泣いてました。はい、犬って泣くんや。あ、糸井さんファンの方が、糸井さんファンの方、糸井さん最近ちょっといい当たりをしてるよ。ね、当たりはね、ね、してますよね。今日ももうちょっとでホームランの。そう。スタメンでね、ちょっとスタメンで見てみたいですね。そうですよね。やっぱり試合を通してね。そう。でも僕はね、吉尾君がもうネクストに立つ姿、あれだけでも感動。やっぱり。もうほんま。来ましたか。来ましたか。吉尾君がバッターボックスに立つだけで感動。よしお聞いとるか。よしお見てるから。よしお見てたら、あのコメントお願いします。お願いします。ね、こういう熱狂的なよしおファンの方もいらっしゃるのでね、ぜひスタメンで使ってね。テラさんって言ったら分かる。ああ、そんな伝わってますかね。お願いします。はい、マナブ君ほんま。はい、来週はもう絶対。来週勝ちましょう。もうね、こんな可愛い阪神ファンの子供たちも泣いてますよ。悲しいな、今日負けて。な、悲しかったな。3連敗。な。ほら、もう見てください、ほら、かわいそうでしょ、阪神、買ってくださいね。勝てると思って甲子園来たのにな。うん、ほらな、勝てると思って甲子園来たのにな。うん、ほら、わかりますか、選手の皆さん、こういう可愛らしいね、阪神ファンの子供たちも応援してるんで、頑張ってくださいな。はい、じゃあ、次は勝ってって次は勝って、え、聞きましたか、ね、この声援に応えて次から阪神頑張ってください。悲しかったな今日。そうですね、まあ、そうですね。悲しかったか、ほんまに、うん、楽しそうやけども、なんか勝ってほしかったな、うん、ホームランないっぱい打たれちゃったな。そうやな、そうやな、そうやな、ほんまにな。よく名前の分からへん横浜のピッチャーが、ピッチャーあの長い名前のな、うん、なんであの人が歩いて出てきたのか気になるよな。そこ車に出てきてる、ね、リリーフカーに乗らんと、なんで乗ってないんやってな、うん、そこがずっと気になってた。それが気になってたよな。野球に集中させてください、ほんまに。なんで歩いて出てきたんですか、ほんまに。次は勝つぞって。次は勝つぞ。まだまだ甲子園球場は悲しみに包まれておりますけども、はい、帰ろうかな、帰ります。はい、まだまだね、半分以上か、残ってますんで、諦めず、応援します。はい、現場からは以上でございます。それではさよなら。何日間待った思ってんの、
阪神ファンは何日間待った思ってんの？やっとチケット一般発売されて、阪神ファンは待ちに待った甲子園で野球観戦。やっとの思いで全国から阪神ファンが甲子園へ来て何を見せられんの？屈辱のサンタテ。こんな見せられんの？やっと甲子園来れんのに、こんな見せられんの？わし甲子園できんやから関係ないけどな。阪神負けたらグラウンド乱入してヘッドスライディングとかな。巨人の応援団のトランペット隠したり、売り子のケツ触ったりな。いろいろあってできんやから甲子園行かれへんから関係ないけどよ。やっと甲子園行けるようになった阪神ファンを、喜ばせたれよ。それだけ以上。